人生はアハウェ、おうちでドラグメイクチャンネル、予備チャンネルにようこそ。予備ちゃんです。さてさて皆様、今回やったメイクはこんな感じ。始まってるね。なんだかとっても派手でとってもポップなメイクだと思わない？衣装もすべてつけて完成したルックは最後のお楽しみ。というわけで今回のメイクのコンセプトはポップガール、アメリカンポップなイットガール。では早速メイクスタート。じゃあ始めていきましょう。冒頭にご覧いただいた通り、今回はポップアートの世界に皆様をお連れしようかしら。あんたたち好きでしょ。じゃあね、コントはしていきましょう。眉毛でリフト、オファビュ。じゃあやっていきましょう。あー、オファビュ、立派な鼻筋山脈に頬骨計画。このコンテは大変よくできました。え、できてないの？あ、ごめんごめん、コンセプト忘れてた。今回はコントゥアからポップアート、みんなの中のポップアートをちょっと想像してみて。いきましょう。ポップアートの影ってさ、真っ黒のイメージない？そんな影。じゃあこれをね、黒いアイシャドウで整えていくわよ。全体をね、こうパキッとさせないで、こうところどころぼかすのがねポイントね。あーは、コントゥアができました。オファビュー。いや、これね、いい感じなのよ。伝わるかしら。無理よね。とりあえず私を信じて、このコンテは大変よくできました。じゃあ続いて眉。ポップアートの中の女性ってなぜかみんな眉がしかめっ面。いい感じのしかめっ面。そしたらペンテルで黒にさらに磨きをかけたら眉毛はもう完成。あーは、眉ができました。オファビュ。あっという間の出来事だったね。この太さがポイントでさ、これ以上太くしちゃうとかの珍獣ハンターになっちゃうから気をつけて。それにしても強すぎ。この眉大変よくできました。続いてアイシャドウの1。まずはぐるっと一周インラインの処理。では早速行うをのせていきましょう。1回目のアイシャドウに使うパレットはこれ。今回のメイクのポイントは三原色と黒。今回のアイメイクの方向性は以前やったクリスタル今回のアイメイクのポイントは以前やったクリスタルベルサーチになりたい。あの時見たらね、ギュンギュンのフォークシーアイ。ギュンギュン。
そしてこのいつもの波打つ形とはちょっと違うクリースライン、あー最高。そしたら今回のポイント、三原色のうちの一つブルー。そしたら最後に眉骨にキラキラをのせたらアイシャドウの1位は完成。あーは、1回目のアイシャドウができました。オファビュー、もうズキューンと、もうやり投げの放物線のような美しいクリースライン、もうどん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 登っていっちゃうからね、このまま大気圏突破しちゃうんじゃないかってね、心配しちゃったわ。そうよねー。三原色のうちの一色ブルーが早くも登場。クレオパトラのメイクもやってくださいってコメント書こうと思った方、過去にもうやってるからチェックしてみてね。このアイシャドウ大変よくできました。じゃあね、カットクリース。カットクリースもね、美しい放物線を描いて、もう登って登って大気圏突破しちゃうような形で描いていきます。じゃあね、中はコンシーラーでうめうめって言いたいところなんだけど、今回黒が大事ってお話ししたでしょ。クリースラインに沿って黒をね、おかわりしましょう。よし、改めてもう一回お掃除します。うん、いい感じ。そしたらここでようやく中もコンシーラーでうめうめしていきましょう。この後のね、発色が大事だから、真っ白いコンシーラー。そしたらカットクリースの中に色をね、のせていくんだけど、ここで三原色の2色目登場、イエロー。イエース。もう朝一のおしっこぐらい黄色くしちゃっていいからね、例えばよくないわね。目頭は肌色に向かってなじませちゃうわね。そしたらアイシャドウの黒でフォクシーアイの目尻作っていくんだけど、先っぽはね、カットクリースの黒につないでいきます。うん、いい感じ。そしたら黄色と黒をね、トランジションします。最後に黄色いこの辺のね、エリアだけシピシピでキラつかせたら、カットクリスは完成。あは、カットクリスができました。オファビューな黄色、この発色ご覧あそばせん。あ、三原色の中からね、2色目黄色が登場。パッキパキ、そして自尊心ダダ漏れ、ルビーモレノな、このフォクシーな目尻、最高だと思わない？最高だって言ってごらん。今回のカットクリスも大変よくできました。続いてアイシャドウの2。じゃあね、2回目の粉のせていきましょう。2回目のアイシャドウに使うパレットはこれ。
ブルーアゲイン。ブルース的よ。そしたらここでね、目頭の白目の拡張を描いていきます。地味だけどこれやるとさ、目の角度がもうスキージャンプラージヒルぐらい角度つくのよ。そしたらアイシャドウの工程、最後に黒いアイシャドウで目の口をギュンギュンに締め上げていきましょう。あーは、アイシャドウができました。オファビューすぎてマイチング。あ、マイチングマチコ先生、昭和のアニメ。てかさ、マジで綺麗じゃない、ね、カラフルな色味に真っ黒い影が落ちてさ、まるでアンディ・ウォーホルの絵みたいじゃない。私的にはコンセプトまっしぐら。つまけてアイシャドウ大変よくできました。はっはっは。じゃあね、アイライン引きましょうか。まずはさ、さっきまで四苦八苦してたアイシャドウをご覧になって、目尻真っ黒。ここにアイライン引いたところで見えやしないので、今回は目頭だけ。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また、登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。あーは、アイメイクができました。美しい。お、オファビだわ。超いい感じ。でもまあ、好き嫌いがとっても分かれそうなメイクね。うん。私はもちろん大好き。つまり、みんなも大好き。目頭切開ちょろっと描いただけでさ、当社比 2.5 倍ぐらいに強さが増したんだけど、このアイメイク大変よくできました。じゃ、リップ。ここまでね、ブルー、イエローってきたんだけど、三原色の中のもう一色、わかるわね。あーは、アーハオエリップができました。なんかもうオファビューすぎてニチャニチャしちゃうね。三原色ってさ、もう使うだけでちゃんと三原色だよって伝わるのがね、いいのよ。初めはさ、違和感しかなかったこのコントゥアの黒とも馴染んできたね。え、いいんじゃないかしら。もちろんこのリップ大変よくできました。じゃあね、デコっちゃおう。いやね、このままでも全然いいのよ。でもね、やっぱさ、もっと歌舞伎たいっていうか、今っぽくしたいっていうか、こういうのをね作ってみたの。わかるかな。
最近 TikTok とかリールとかでよく流れてくるグルーガンでパーツを作ってアイメイクをデコるっていうのはね、海外のメイクアカウントがねよくやってるのを見かけるわけ。やってみたいと思っちゃったの。こういくの？いいよね。なんかパーツつけたら一気に岡本太郎味が出てきた気しない？あら、これはこれでポップ。今回ね、衣装のアクセサリー金色にするからね、これ絶対マッチすると思うの。楽しみにしててね。そしたら最後にリップにもパーツをつけたらデコレーションは完成。仕上げていきます。あ、いけね。久々にほくろ描こうかしら。オファビュー。ではメイク、最後に鼻のてっぺんにハイライトを入れていきます。よっぴよっき、よきよっぴ。ではつけまつげをしてお着替えをしてまいります。さてさて皆様、今回はアンディ・ウォーホルが活躍した1960年代のポップアートとか、あとは現代のアメリカンポップとかね、そういうカルチャーにインスパイアされたメイクをしてみました。原色使いとか、あとは極端に落ちた真っ黒い影とかね、ポップアートの特徴をたくさん取り入れてみたんだけど、可愛くない？あと今流行ってるグルーガンでパーツを作ってアイメイクデコるやつやってみたんだけど、可愛くない？これはこれでちょっと岡本太郎っぽさがあってよりポップなんじゃないかしらねえ。ルックをご覧になって、ああポップすぎ、笑った。この衣装を見てポップアートっぽいメイクやりたいなってね思ったのよ。最高でしょ。ポップアートって聞くとアンディ・ウォーホルのあの一番有名な作品マリリン・モンロー、あれをね連想される方結構多いと思うのよ。だからマリリンイメージしちゃったりなんかしちゃったりして、素敵じゃない？アイメイクに使ったデコレーションと衣装につけたアクセサリーのゴールドがマッチして、もうね最高にカマッチ。アメリカンでポップでイットなルックに身を包むことができて、サイ&コー、今回のルックも大変よくできました。今回の動画いかがだったでしょうか？よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネル、ヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。